逆転おせろにゃー。どうも皆さん、こんばんは、ごはんです。さあ今回はオセロニエンヌのうららに来ております。ここはですね、会場受付なんですけど、なんかね、池袋のなんかビルの地下にあるおしゃれなイベントスペースです。これからちょっとね、会場内ご紹介していきたいと思います。あれ世界の竹山子です。あ、今回ははい、あ、痩せました。痩せました。でしょ、なんで。そう、ちょっとこれ宣伝できるかなと思って痩せなきゃなと思って。たぶんザキヤマさんの記事でもね、詳しくアップされると思うので、ぜひ皆さんチェックしてください。行ってみましょう。さあ、まず最初のプレートです。あー、マジロナスペース、マジロナ。なんかこれおしゃれじゃない。私たちこれね、これもうまく紹介する言葉が出てこないんだけど、なんかおしゃれな瓶に入った蛇口がついてる飲み物ですよ。こちらはですね、フォトスポットです。なんて言うんだろう、これ。あのフォトジェニックな、フォトジェニックな小物がいっぱいありまして、多分ね、おなじみのオセロニアスタンプとか使って持って写真を撮ってインスタとかにね投稿してるんですよ。はい、こちらなんと参加者全員がもらえるポーチと、あ、ミラーだ、コンパクトだ。え、これめっちゃ欲しい。そしてこれなんて言うんだろう、ボトル、多分水筒、これ多分水とかお茶とか入れるやつだと思うんだけど、オセロニアンオフィシャルガールズパーティー、これめっちゃおしゃれやん。そしてこちらなんと、はじめファンタジーさんがデザインしたオセロニエンヌTシャツ。そしてこれがめっちゃレア、めっちゃレア、なんと限定レーテの切手です。ここにはなんとですね、出演者のサインが入るということで、恐れ多いですね。今会場内ではティーパーティーが開催されているということで、ちょっと覗いていきたいと思います。吉田さん、はい、ティーパーティーですね。これまでの初の試みですけど、初の女子限定イベント、オセロニエンヌのうららの様子を少しご紹介していきました。いや、私自身もね、本当にね、癒されて楽しめたイベントなので、また第2回第3回があることを期待しています。ということで、最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。